いっぱいありますよ。いっぱいあるね。見たことないやつばっかり。観葉植物じゃないからね。うん、ちょっとガーデニング系はちょっとね疎いんですよね。苗木をね15本ぐらいかな、いろんな種類10種類以上で種類を買ってきたので、今回ねそれを紹介しようかなと思います。はい、ちなみに森のガーデニング植物紹介前にも少しやったんでね、うん、それをねこの辺にね植えてね、いい感じになってるんですよ。育ってるね。うん、メドセージこれすごい綺麗だよね。色がすごい綺麗。でもね花がね触ると落ちていく。本当だ、ポロポロ落ちてるよ。大丈夫それ、うん、そんな方がいいんじゃない。枯れ時このアスチルベ君もさ、なんか茶色くなっちゃって、もともとは真っ白かった、もうちょっと白かったのね。やっぱもうこれももうすぐ終わりなんだ、うん、感じで、まあ、でもいい感じに成長していきそうな感じはあるね。これね、グレコマってやつで、あのイングリッシュガーデンっぽいってやつ。めちゃくちゃ素敵。これいいよね、うん、なんかこう白樺にこう垂れ下がる。これって部屋で、あ、いけるいける、部屋でいける、うん、ハンギングでいける。これ育てようかな、観葉植物で。いいね、感じでいい感じに、まあ、咲いたりね、ちょっと枯れちゃったりでもあるんだけど、今回買ってきたやつをまた紹介してみようかなと思います。はい、はい、まず1個目、これはね、ミツバヤっていう植物。ミツバヤ、うん、多肉植物でしょこれ。本当だ、触り心地ちょっとポロポロ落ちちゃう。あ、浜さんの中に結構分厚い。ミツバヤはね、結構昔、日本に昔からある古典的な園芸植物らしくて、うん、見せたいっていう意味なのって、見せ場やって見せたい、うん、主張が激しいね。そう、主張が激しいでね、なんか秋にはすっごいね、真っ赤に紅葉するらしいよ。多肉植物、これで紅葉するんだって。ちょっと姿が見てみたいね、うん、秋になったらね、またどんな感じになったか報告しようかなと思います。そうですね。じゃあ次いきます。はい、これオレガノアメジストフォールズ、かっこいい名前でしょ、めっちゃかっこいい。フォールズってとこが好きだ。アメジストフォールズ、滝のような格好、こういう風に垂れてる、なんか綺麗な花だよね。なんか濃い緑と薄い緑と薄紫の花が綺麗だね、うん、そうそうそう。これさ、不思議な造形してるよね。なんかビールのホップみたいな。あ、そうそう、わかる。で、これともう一個似てるのがオレガノブリストルクロスっていう、同じオレガノなんだけど、うん、なんかこう品種違いで、なんか雰囲気似てるんだ。ホップ感はあるね。ホップ感ある。あとこのグラデーションの感じもあるけど。あ、そうだね。葉っぱの感じとかこの花のつき方が若干違うかな。でもどっちも可愛い。ね、これね結構大きくなるブログなんだよね。っていうことで下に来た。あ、50センチぐらいって。おお。結構、あ、じゃあ結構存在感あるよね。うん、これも楽しみ。次、アジュガのチョコレートチップってやつ。アジュガね、アジュガ、これは知ってた。知ってた、うん、シソ科だからね。なんかシソっぽい色がね、色がね、うんうん、結構手こう低くバーッとこうグランドカバーになるような張り付くような感じなんだよね、うん、今まで黒い葉っぱのやつを買ってなかったから、うん、買ってみました。でもこれね、前庭でやった時に失敗してさ、うん、全然グラインドカバーしてくれなかった。気づいたらなくなった。なくなってた。気をつけないとな。そう。次はこれです。オレアリアリトルスモーキー。ドリナリアみたいなね。違うから。あの変態生物とも一緒にしないで。ちょっと待ってよ。はい、色がすごい。そう、シルバーのね、葉っぱが。シルバーリーフですね。そうです。結構こう、ふわふわしてて、触り心地がいい。毛が生えてるね。あ、毛が白いのか、うん、これもしかしたらあのチランジアの前動画出した、うん、薄め多いですの動画で、うん、トリコームっていうトリコーム、うん、植物にはそういうトリコームが生えてる植物があって、うん、ま、水分をね多くね取り込んだり、うん、あの日光から身を守るためにこういう毛が生えてる植物があって、まあ、その毛のせいもあってこう白く見えたりするんだよね。まあこれがそれかは分からないけどね。でもだってほら下の方見てみて、うん、葉っぱ緑だよ。あ、本当だ、毛が生えてないやつ。本当だね、やっぱそうなんだよね。トリコームですか、うん、はい、次これはねロータスブリムストーンっていうやつで、うん、これもね触り心地が結構ふわふわしていて、あ、なんかもしやこれもみたいな。え、これもトリコーム。あ、
これもね、やや取り込む、やや取り、やや取り込む。そんな用語ないけどね。草丈が60センチぐらいだって。じゃあ結構ぶり、結構でかくな、ね、かなりご想像が感じで、全体的に丸くなってくるのかな。ああ、そうか、わからんけど。黄色い花が咲くのかな。花いつ咲くんだ。夏から秋じゃなかったっけ。あ、そうだ、夏から秋、初夏から秋って書いてあったな。そろそろ咲くのかな。そうだね、うん、だいぶ暖かい。でもここはまだ寒いから。どうだろう、そうか、もうちょっとかな。はい、次、これはね、野ぶどう。ぶどうなんだ。うん、冬入りのぶどう。なんか野ぶどうは結構日本の山に自生してるぶどうらしい。へえ、なんか綺麗だね。この葉っぱのなんかまだら模様がすごい綺麗、うん、で夏には実をつける。だけどぶどうなんだけど美味しくないんだってなんかね、肝臓に効くらしいこのぶどう。薬系ね。そう、薬系。あ、ちょっとなってるよ。嘘。あ、本当だ、かわいい。ポトポギス、ポトポギスだ、ポトポギスだ、ポトギス、ポトギスだ。わかったよ、ポトギスだ、わかったよ。じゃあ行こう。声でかすぎるな。おい、分かった分かった、ストップしてくれ。はい、じゃあこれはね、ロニセラゴールド。葉っぱの色がすごい綺麗な葉っぱでしょ。前ね、同じような動画やった時にロニセラのレモンビューティーってやつやったんだけど、うん、その時はこの葉っぱにね、こう周りが白くて中央がね緑になってるようなやつで、今回はねゴールド、全部が黄色っぽいやつを買ってみました。かわいいね。うん、隣に植えようかな。はい、これはですね、タイム、フォックスリータイム、ハーブですね。うん、タイムだからやっぱ匂いがここでも感じる。あ、すごいね。うん、本当だ。なんか結構こう暴れてるけど、これは大丈夫かな。もしかしたらめちゃくちゃ食べまくんなきゃいけないやつかもね。ハーブが主食になっちゃう。はい、これはね、オルレア。オルレア、白い花が咲いてますけど、うん、なんか草丈は60ぐらいになる。結構高くなるんだ、ね、この実がこぼれて落ちるんだって、うんうんうん、だからそのこいつを植えると次の年がその辺がね、うん、いっぱい生えてくるみたいな。あー、楽しみだね、うん、葉っぱがさ、人参みたいな。あ、そうそうそう、何か似てるなと思った、人参だから。はい、これはまあおなじみのラズベリー、ヒーチョコ。うちの庭にはね、マルベリーっていうあの桑の実が植わってるんだけど、うん、ラズベリーも買ってみました。実がなったらね、いろいろね、うん、なってるように枯れてるけど来年だね、来年だね、来年に期待だね。はい、これはなかなかボリューミーなんだけど、アルテミシア・ルドビシアナ。すげえ名前。キク科だって。キク科、うん、ヨモギ族だったかな。そう言われてみるとなんか葉っぱがヨモギに似てるね。ヨモギだよね。なんかね、あんまりね調べても情報はなくて、あんまり花は綺麗じゃないんだってね、地味で。うん、葉っぱを楽しむ系か。そう、まあヨモギってことだよ、つまりは。ほぼヨモギだね、うん、ほぼヨモギ。はい、これはね、パイナップルミント。パイナップル、うん、パイナップルの匂いがするんだって。ほんと？あー、確かにする。思いのほか結構するね。以上。でも葉っぱのさ、うん、葉っぱのこのなんか白と緑の感じがすごいおしゃれだね。そうだね、ふわふわしてるね。ふわふわしてるね。もしやこれも、もしやこれもか。取り込む、取り込むか。これはね、ディナリア。ちょっとあんまり元気がなさそうなんだけど、早く植えてあげなきゃ。そうだね、ドをつけたらドリナリアだね。好きだね、ドリナリア。好きなんだよ。ちなみにこの名前はドリナリアから来てるわけじゃなくて。あ、違うの。あの、なんか余って植物、まあ麻、リネンの素材になるやつ。あれにこうなんか葉っぱが似てるから、そのリネンのところさ、
来てんだって、リナリアっていう名前。そうなんだ、リナリアではないかったこんな感じで、ちょっと今あんまり元気がないから紫の花が綺麗じゃないんだけど、早く植えて水あげたい、植えてね、うん、はい、はい、最後にこれはね、ローズマリーですね。前回の動画でもローズマリーを、ね、買ったんだけど、ちょっとこれは大きめのやつをもう一本買ってみました。ローズマリーは大きくなるからね。そうね、木だからね、もうこれほぼだってさ、ここにさ60から120センチって書いてあるの。120ってすごいよ、木だよね、うん、食べまくんなきゃ。じゃあ主食だ、これも、これとさっきのホックスリータイムでサラダ、サラダ匂いがすごい。はい、ということでこんな感じで植物をね買ってきたんで紹介してみました。これをまあ今から植えるんですけど、どうでしょう、観葉植物マニアにとって園芸植物は。そうね、観葉植物ってさ、うん、あんま寄せ植えみたいなのってな、 あんまないからさ、こう固まってるこういう絵っていいよね。だよね、うん、あと単純に花が綺麗。そうだね、うん、観葉植物ってこういう花咲くやつってあるの？あんまね、小さいこういうあるのかもしれないけどさ、うん、基本ビカクシダとかさ、ドリナリアとかドリナリアね、マニアックなやつやってるから、うん、こういうのもなかなかいいなと思って。そうだね、うん、じゃ元気に育ってくれることを祈って、早く植えてあげるか。そうだね、じゃあ、じゃあ、ね。